キトさん。あ、嘘でしょ。何回やってんの。違う、声くださいのやつ江戸木さんからだったから。あ、そんな勘違いする。びっくりした。ごめんなさい、ポケモンとしてるからさ。あ、皆さんこんにちは、湯崎司役木戸まくりです。はい、皆さんこんにちは、湯崎なさ役江戸木ジュニアです。すごい、もう12回目だよ。違う、あともう一個やってる方のラジオは江戸木さんからなのよ。あ、そう、別番組ね。全然別番組、同時期にやってるからさ。皆さんこんばんは、浦部幸人役江戸木ジュニアです。皆さんこんばんは、三玉役木戸あかりです。はい、あ、いや、え、いや、皆さん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 、また書いてあったんですよ。飛ばしました、はい、この番組は何何、ごめんね、読まなくてごめんね。現在公表放送、新婚生活スタート。あ、間違えた。何を12回目。暑いっすもん、世の中。暑い、急に夏ね、うん、と思ったら今日はめっちゃ寒かったね。寒いです。何なんでしょう、服困る、ね、地球が大変なことになっておりますけども、うん、もうすぐゴールデンウィークです。はい、ゴールデンウィーク何やりますか。何やりますか。もうどう読むじゃん、だから。あの、まあ、発表されてると思うんですけど、いろんなキャラがどんどん出てくるのを、うん、に従ってやっぱりこうストーリーが動いてくるから、それでみんながどう感じるのかっていうのを楽しみですね。なるほど、素晴らしい。もうあのね、今台本見えちゃったんですよ、藤田さん。いや、これは待って待って待って、これは参考の、すごい、やめてやめて、はい、やめて。超書き込みしてて、めっちゃ書き込んでるじゃん。ラジオにこんなに書き込んでる人マジで見たことがなくて。素晴らしい。いや違いますよ、俺と紀藤さんの台本見てみる。真っ白、真っ白でしょ。私もペンも出してないもん。いや、おい、それ出せよ。秒数も測ってねえじゃないか。消えるペンで、さすがに俺は測ってるぞ。消えるペンで書いてたんですね。俺と藤沢さん秒数測ってるよ。測ってるなと思って、じゃあ大丈夫だって。先輩、先輩だよね多分。願いも叶うことでしょう、うん、まだあります。はい、続きまして、ようさんからいただきました。ありがとうございます。ご祈祷あかり様、くしゃみとかされるんですか。続いてはこのコーナーをやっていきましょう。とにかく尊い。うん、何ですか。尊い、尊い気持ちを表現していました。あ、なるほど、はい、尊い気持ちだったんですね。いつも可愛い感じでやってたので、うんうん、続いてはこのコーナーをやっていきましょう。とにかく尊い。何？尊い。尊いボイス。怖い。尊いボイス出したのに。尊い。怖そんな怖くないよ。あかりん。はい。いや、たくさん紹介しましたね。なんか。絵も言われぬ感情が溢れていますね。なんか落ち込んでません。実際どうですか今の。実際はいろいろ話聞いて。そうですね、ぶち上がった。ぶち上がった。バイブスぶち上がりはしなかったけど、なんだろうな、こうなりたいなって心から思いました。心から、私もこれに早くこれになりたいって思いました。俺は正直絶望した。絶望しちゃった。あ、もう無理だみたいな。無理ですか。こうはなれないみたいな。なれないですか。なれるかもしれないですよ。なれるかな、うん、そしてエンディングが早速流れてますね。裏で流れてますけど、うん、いいね。いいんです。幸せに多幸感あふれる感じの曲で、うん、そうなんです。なんか夕方とかに合いそうな。夕方、あ、確かに。あ、なんか晩ご飯の匂いとか嗅ぐと、あ、俺なんかこう、あ、家に帰ってきてる感がめちゃめちゃ出て、小学生時代を思い出して泣きそうになるんで。そっちのそっちのそっちのエモーショナルはい。というわけで、テレビアニメとにかく可愛い、司と NASA の可愛い尊い新婚ラジオ。え、何に面白くなってんの。ごめんごめん、わかんない。もう夜の片隅って言ってんのに夕方の話。あ、そういうこと。歌詞聞いてねえからまだ。夜か。夜の片隅っていうタイトルなんですよ。あ、夜の片隅、うん、まだ俺歌詞ちゃんと聞けてないんで。夜のお話なんですか。夜の歌ですかね、一応一応。
ちゃんとまだこうやっぱオンエア前に撮ってるんでオンエアされたらちゃんと聞きますけどえどんなエンディング映像とか見た？映像はまだ見てないです、まあ、見てない、うん、いや夜なのかな、やっぱ多分夜だと思う。でも夜ってやっぱ夕飯だよね。あそっか、うん、いやでもいい曲なのは変わりないんでね。そうなんです、ちょっといい早く CD 発売されたらじっくり聞きたいなと、はい、もうされてますデジタル配信え書いてた、そんなデジタルリリース、デジタル配信中ですって書いてあります。え中なの、もう中です。えもう出てんの？はいや、えもう何も話さない全然話聞いてないじゃん俺。湯崎司役鬼頭あかりと湯崎なさ役榎木淳也でした。バイバイ。そうだな、全部好き。あー10いただきました。